はい、えー、今、1月27日の夜の11時4分です。夜です、夜。あの今日ね、う、あのー、まあ、い具合にあのトレードしたんですけど、ただ、いいトレードだったかどうかで言えば、あのそんなにいいトレードではなかったかなと思います。はいで、えーと、これです。えっ、ー、と、えー OG えー、オーストラリアドル、US ドルね。 5ドル、米ドル、5ドル、米ドルですね。で、入ったのが、えー、3時半、3時21分です。で、えっ、ー、と、夜の8時前、あの、7時49分に、ちょっと風呂入る前ぐらいかな、あの、チャート、ちらっと見たら、約定されてなかったんですけど、あの、チャート見る時間があったので、ちょっと見てみたら、あの、まあ、 リスクが一つ増えたので、まあ、とりあえず、まあ、手動決済で取りました。だいたい25ピップ数ですよね。で、ちょっと振り返りたいと思います。はい、これですね。えー、これ違う。これニュージーランドですね。オージドル。はい、これです。これ。ここ、これ、あの、冷やしです。冷やし。 日足で見て、今日はちょっと、あの、落ちやすいなと思って、あの、こういう長い陰線が出そうだなって思って、入ったんですよ。あの、今日一日ね。今日一日はもう絶対下げ目線だなと思って入ったんですけど、ただ入った、そのタイミングっていうのが3時半なので、3時半っていうのはどういうだった、どういう状況だったのかというと、3時半っていうのがね、多分ね、 この辺なんですよ3時半って言ったら15時なんでね15時なんではい15時がここですよねここあのー、ここ15時っていうことはこれ15時なのでこのこれ4時間足なんでねこの辺で入ってるんですよこの辺で入ってるんですよはいこの辺で入ってて、あのー、約30ピップスと、まあ、25ピップスですけどだいたいこの辺まで取ったんですね で、僕の中でのターゲットはもうちょっと下だったんですよ。はい。もうちょっと下だったんですよ。で、ま、ああの、なんでここで手動決済したかはちょっと後に回すとして、まずなんでここで入ったかなんですけど、なんでここで入ったかなんですけど、これ4時間足ですよね。で、さっき言ったように、冷やしで見ると、 冷やしで見ると今日間違いなく下げ目線だったんですよ。なんでかって言ったら、僕のあのルールのトレンドラインと MacD も下向いてるしここであのしっかりクロスしてるんで、はい、ここ下が,る下がるだろうなと思ってたんですよ。うん、でそのタイミングとしてはこの4時間足で見るとこうちょっとね僕ねよくこの大きな目線で見たいんでよくこう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 狭めてるんですよ。 狭めてでらにこうやるとはい大きくなりましたでんでかって言ったらえー、っと一回全部消しましょうかねこうこう水平線引くとはいこの辺でね一つね大きな壁があるんですよ の水平線あたりなんかこの辺でこう止まっててでこの辺で止められててでここで止められててってなるのでこれをズドーンと割ったこの辺この辺ぐらいだったんですよね。この辺まあ言ってみればねあのここで一回線があるんですけどこの段階でねもうあの結構下なんですよ。 はい、ここよりも下だしここよりも下でここで一回止められてここをズドンと割ったのでああこれは下行くなと思ったんですよで入ったんですよねうんであのー、僕のターゲットとしてはもうちょっと下だったんですけどこれ60分足とかで見ると60分足ではまだかなうん。 30分足とかで見ると、ほらさ、あ、30分足で見ても、はい、これ、ちょっとほら、マック d がね、マック d がちょっとクロスしかかってるでしょでもうちょっとみ短い目線でもあるな。はい、あ、これ15分足、15分足で見ると、この辺でほら、マック d がちょっと上に上がっちゃったんですよね。 だから一回、下げの中の戻りが来るかなと思って、で、その段階で25ピップスあったので、もう手動決済しちゃいました。なので、あの、まあ、それでもね、25ピップス取ってるんでね、まあまあ悪くないですよね。3時で入ったのが7時なんで、1、2、3、だいたい4時間か5時間ぐらいで25ピップスです。 なのでね、この MacD がちょっとあの、まあ、小さい時間足での MacD のちょっと上向きで、あの、それがたまたまお風呂に入る前にあの、見れたので、手動決済したっていうことですよ。ただ、あくまでも大きな目線で言うと、今日は間違いなく売りだったんですよね。で、それがわかるのがやっぱり冷やしだったんですよ。冷やしはね、やっぱり一番基本となるチャートですよね。 あのこのズドーンと下がったこの1本ほとんど、まあ、全部とは言わないまでもしっかりいただいたっていう感じですよねはいこのトレンドラインと MacD の,の鉄板ルールでかつこのほらあの移動平均線がしっかりクロスしてるでしょはいこういうところはね僕の中でなかなか勝ちやすいところですね で負けたとしてもその損切りラインが入れやすいのでねあの迷うことないですよねうんなのでなかなかまあターゲットまでには届かなかったけれどうんあのまあまあのト,レトレードできたんじゃないかなと思いますはいというわけでぜひ参考にしてみてくださいまあ参考になるかどうかわからないですけどねあくまでも僕のやり方なのではい以上です